皆さんこんこにちは国立循環器病研究センターの検診部で保健指導を担当しております管理栄養士の渡辺恵と申しますここからは生涯を健康に過ごすために効果的な生活習慣の改善方法の生活習慣改善のヒントのうち 食事に関連する7つの項目についてお話しいたします。まずは、魚についてお話しいたします。魚には、DHA や EPA といった N3 系、多か不法は脂肪酸が豊富に含まれています。N3 系はオメガ3系とも呼ばれています。 このグラフの横軸は N3K 高不法は脂肪酸の摂取量を示していて、右に行くほど摂取量が多くなります。縦軸は心筋梗塞がどれくらいかかるかなという発症のリスク上の方が高い値を示しています。すなわち、N3K 高不法は脂肪酸の摂取量が多い人ほどリスクが低い。 ということになります。また、n 3系高不飽和脂肪酸は、神経系の細胞を体内で作り出すときに必要な成分であり、さらに炎症を抑える作用もあります。それでは、どんなお魚に n 3系高不飽和脂肪酸が含まれているかといいますと、サンマ、ブリ、タチウオ、 銀酒、うなぎ、サバなど油の乗ったお魚に豊富に含まれています。1日あたりの摂取量の目安はおよそ2グラムです。まさば1切れぐらいがその目標の摂取量に相当します。皆さん、お魚は週に何回くらい食べていますか魚が大好きで、 調理も得意な方は、できるだけ食べる回数が多くなるように心がけましょう。目標は、毎日取るです。魚を食べるのは嫌いじゃないけど、調理が苦手という方もいらっしゃると思います。最近は、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどでも、塩焼きや味噌煮、煮付けなどの魚の調理されたもの、売られていますので、ぜひご利用ください。 また、サバ缶やイワシ缶など、魚の缶詰でも、えー、お醤油とか味噌煮以外にも、洋風のオリーブオイル漬けなど、いろんな味付けのものが販売されていますので、好みのものを探して、えー、ご購入ください。利用してください。ただし、市販品は濃い味付けのものがありますので、えー、成分表示を確認して、食塩相当量ができるだけ少ないものを選ぶようにしてください。 そして、どうしても魚が苦手っていう方もいらっしゃると思います。そういう方は、酒フレークとか、サバフレークとか、あとはツナ缶などでも構いませんので、まずは少しでも食べられるようにチャレンジしてみましょう。次は野菜についてです。皆さん、野菜というと、どのようなものをイメージされますか生野菜のサラダや、 お魚やお肉なんかのメインのおかずの添え野菜をイメージされる方が多いんじゃないでしょうか。そうしたものももちろんお野菜なんですけれど、ほうれん草のごま和えとか、小松菜の煮びたしのような緑黄色野菜を使ったおかず、そして切り干し大根煮やきんぴらごぼうのような根菜を使ったおかずを食卓にプラスしてみましょう。できるだけ毎食取るように意識してください。 緑黄色野菜にはビタミン A の仲間であるベータカロテンだけではなくカルシウム、鉄など体の調子を整えるために必要なビタミンやミネラルが豊富に含まれています。根菜には水溶性食物繊維が豊富に含まれていてお通じの改善に効果的です。野菜は加熱することによって体積が減って食べやすくなります。 調理が苦手な方や時間がない時は市販のお惣菜を活用してみてください。また野菜をたっぷり入れた具だくさんの味噌汁やスープもおすすめです。汁物の場合は塩分の取りすぎにならないように汁は少なめにして薄味を心がけましょう。次は果物です。果物のお好きな方はよく取られていますが取る習慣がない方もいらっしゃるのではないでしょうか。体に必要な ビタミンやミネラルを摂取するために、毎日2 0 0ム程度取りましょう。2 0 0ムがどれぐらいかと言いますと、みかんですと中くらいのものが2個。りんごですと小さめのものが1個。大きいものですと半分ちょっとでしょうか。いちごですと2分の1パック。バナナですと中くらいのものが2本。キウイフルーツは小さめのものが2個。 柿は1個。どうだと巨峰のような大きいものですと2分の1房が相当します。皆さん、果物というとビタミン C を思い浮かべる方いらっしゃると思うんですけれど、ビタミン C は必ずしも全ての果物に含まれているわけではないんですね。それではここで問題です。この中でビタミン C を豊富に含む果物はどれでしょうかわかりますか ちょっと考えてみてください。はい。じゃあ正解出しますね。答えは、この上の段にお示しした、みかん、キウイフルーツ、柿、いちごです。皆さん正解でしたかこれらは特におすすめの果物ですので、ぜひ覚えておいてください。 眠っている間に失われたビタミンやミネラルを補給するために、果物は朝食時に取るのがおすすめです。また、間食でお菓子を食べている方、ぜひお菓子を控えていただいて、果物に置き換えるといいですね。ただし、果物には糖質も多く含まれているため、食べ過ぎには注意しましょう。また、腎臓病や糖尿病の方は、主治医の先生の指示に従ってください。 次は食物繊維です。食物繊維の摂取量の多い人は、循環器病の発症リスクが低いため、積極的に取りたい栄養素です。1日あたりの目標量は、64歳以下の成人男性は 21g。64歳以下の成人女性は 18g 以上。65歳以上の男性は 20g 以上。 65歳以上の女性は1 7グラム以上です。しかしながら摂取量を見てみますと、どの性別、どの年齢層でも目標量には達していないというのが現状です。特に40代や50代の男性の方というのは目標量に 7g も足りないというような状況です。私たちは主に野菜、果物、 大豆製品、芋、お米、キノコ、海藻などから食物繊維を摂取しています。野菜、果物、大豆製品につきましては他の項目でご紹介していますので、ここではお米とキノコに注目してさらにご説明いたします。食物繊維の摂取量を増やすためのポイントの一つ目は足して増やすです。 しめじやまいたけ、しいたけなどのキノコは、汁物、炒め物、和え物、煮物など、どんなお料理でも合いますので、いつものお料理に足して、食物繊維の摂取量を増やしましょう。これくらいのしめじを足しますと、食物繊維で約1グラム増えます。二つ目は、置き換えて増やすです。 生成された白米にも食物繊維は含まれているんですけれど未生成の玄米には白米の約4倍の食物繊維そして豊富なビタミンやミネラルが含まれています普段のご飯を白米から玄米に置き換えると食物繊維がより多く摂取できるようになります例えば 白ご飯の1 5 0ムですと食物繊維は0 5ム含まれているんですけれど、これを1 5 0ムの玄米ご飯に置き換えますと食物繊維は2 1ム含まれています。玄米が苦手な方はずき米をおすすめします。ずき米とは玄米と白米の間のお米です。三部月、五部月、七部月などがあり、 数字が大きいほど白米に近くなります。お米屋さんでお願いすると、ブズキ米を販売してくれます。炊飯の際には、炊飯器の説明書を確認してくださいね。そして、食物繊維には、不要性食物繊維と水溶性食物繊維があります。日本人が特に不足しがちなのは、 水溶性食物繊維です。水溶性食物繊維には、便通を改善する、食後の急激な血糖値の上昇を抑える、血液中のコレステロール値を下げるなど、そういった働きがあります。根菜類、海藻類、果物に豊富に含まれていますので、摂取量が増えるように意識してみてください。 次は大豆です。大豆を取ることにより、血液中の LDL コレステロールや中性脂肪の濃度が低下して、HDL コレステロールの濃度がわずかに上昇することが分かっています。LDL コレステロールは全身にコレステロールを運びます。増えすぎると動脈硬化を起こしてしまいます。その一方で、 HDL コレステロールは増えすぎたコレステロールを回収する働きがあります。中性脂肪は体脂肪の大部分を占める物質です。大豆は脂質異常症の改善のためにおすすめの食品です。そして大豆は畑の肉とも言われており、お肉やお魚に匹敵するような良質のタンパク質が含まれています。 他にもビタミン B 群、カルシウム、マグネシウム、カリウム、鉄、亜鉛など、健康を保つために必要なビタミンやミネラルが豊富に含まれています。さらに、ここにお示しした納豆やラインに、そしてきな粉には食物繊維も豊富に含まれています。 このきなこ牛乳なんですけれど、きなこを牛乳に混ぜたものですけれど、これを作るときのポイントは、よく混ぜて、きなこの粒々がもう見えないくらいまでしっかりとかき混ぜてください。そうしないと口当たりが悪かったり、ちょっと喉につっ,かつっかえてむせてしまったりすることがありますので、ご注意ください。こうした大豆製品を週に何回か食べてるよとおっしゃる方は、たくさんいらっしゃると思うんですけれど、 これ、目標、毎日取るですので、ぜひ、こうした大豆製品のうちの何か一品を一日に一回取るように心がけてください。次は、減塩です。高血圧治療ガイドラインでは、高血圧の治療や予防のための、一日あたりの食塩摂取の目標は、6グラム未満と表示されています。それに対して、日本人の男性は、 一日約1 1ム、女性は約9ムの食塩を摂取しています。私は高血圧じゃないから大丈夫だよという方も予防のために一日6ムを目指したいですね。これを実現するためには減塩を心がける必要があります。減塩のポイントの一つ目は味のついたおかずなどへのかけ醤油やかけソースをやめることです。 かけ醤油やかけソースが習慣になってしまって、必要なくてもかけてしまうっていう方もいらっしゃるんじゃないですかかけ醤油やかけソースをやめて、しばらくは味が薄くて物足りなく感じるかもしれませんが、次第に薄味に慣れてくると思います。二つ目は、麺類のスープは残すことです。麺類のスープには 5g 以上の食塩が含まれることもありますので、 それだけで1日分の塩分をほとんど取ってしまうことになります。麺類のスープは美味しく見せるための塩酒だと思って飲まないようにしましょう。3つ目は調味料を加えるときには必ず軽量スプーンを使うようにすることです。そうすることによって入れすぎを防ぐことができます。 また、味覚は年齢によって変化するだけではなく、その日の体調によっても変わります。味付けは自分の味覚だけに頼らないようにしましょう。四つ目は、お酢、柚子やすだちなどの柑橘類、生姜やしその花などの香味野菜、胡椒やカレー粉などの香辛料を使って味に変化をつけることです。 そうすると、塩味が薄くても美味しく感じられると思います。五つ目は、味噌汁やスープなどの汁物は具を増やして汁を減らすことです。その時の汁は薄味を心がけましょう。一日に汁物を2杯以上召し上がられる方は、一杯までにしましょう。六つ目は、加工食品は、 減塩タイプのものを選ぶことです。最近は、醤油や味噌などの調味料だけではなく、釜揚げしらす、魚のフレーク、うどん、そうめんなど、さまざまな加工食品も減塩タイプのものが出ています。ぜひ試してみてください。そして、食品を選ぶときには、必ず栄養成分表示の食塩相当量を確認し、 値が小さいものを選ぶようにしましょう。次は油物や揚げ物です。動脈硬化性疾患を予防するためには、飽和脂肪酸と呼ばれる油の摂取を減らすことが大切です。飽和脂肪酸はこのグラフにお示しした通り、和牛ロース肉、ベーコン、豚バラ肉、 豚ロース肉、ひき肉など牛肉や豚肉の脂身の多い部位に多く含まれています。その一方で豚のもも肉や牛のヒレ肉など部位によっては飽和脂肪酸の含有量が少ないものもあります。また鶏肉も比較的飽和脂肪酸の含有量が少なめです。 お肉料理の時には選ぶお肉の種類や部位にも気をつけたいですね。そして、すき焼きの時に使う牛脂や豚の油から作られるラード、パンに塗ったり、お菓子作りに使ったりするバターにも飽和脂肪酸がたくさん含まれています。これらを思い浮かべてください。すべて室温で固形状ですよね。 このような固形状の油に飽和脂肪酸がたくさん含まれていることを覚えておいてください。実際の食事で例を示します。ローストンカツ1人分には飽和脂肪酸が約 15g 含まれています。このローストンカツを蒸し鶏に変えますと飽和脂肪酸の量は 0.7g になります。 また、揚げ物は調理中に油をたくさん吸収して高カロリーになります。例えば、ローストンカツだけで約700キロカロリーになります。一方、蒸し鶏だと150キロカロリーです。できるだけ揚げ物を減らして、煮物や蒸し物など、油をあまり使用しない料理法のおかずをとるようにしましょう。次は、 清涼飲料水です。清涼飲料水を飲まない人、1日に1回程度飲む人、1日に2回以上飲む人を比較すると、多く飲む人ほど、肥満や内臓肥満、高血糖のリスクが高いことが分かっています。砂糖や異性化糖を多く含む清涼飲料水は、多量の糖類が 短時間で体内に吸収されてしまうため、血糖値が上がりやすくなります。異性化糖とは、トウモロコシなどのデンプンを原料にして、甘みのあるブドウ糖や加糖に変化させたものです。清涼飲料水のラベルには、加糖、ブドウ糖、液糖と表示されています。スポーツドリンクにも、砂糖や加糖、ブドウ糖、液糖が 含まれていますので、夏に大量の汗をか,かいた時以外には飲まないようにしましょう。また、甘い飲み物は習慣化しやすいため、人工甘味料などを使用して0キロカロリーと表示されているものも控える方がいいですね。甘い飲み物をよくお飲みになられる方は、水やお茶に置き換えるようにしましょう。 次は菓子類の感触です。ここにお示ししたポテトチップス、シュークリーム、チョコレートなどの菓子類には炭水化物や脂質は多く含まれていますが、タンパク質、ビタミン、ミネラルなど筋肉の元になったり、体の調子を整えたりする栄養素はほとんど含まれていません。まずは食事をしっかり食べることが大切です。 小食のため食事で必要な栄養素を摂取できない場合や、夕食が遅くなってしまう場合など、どうしても間食が必要な場合には、糖類が多く含まれる甘いお菓子や、塩分が多く含まれる塩辛いお菓子ではなく、果物やきなこ牛乳など、これまでにご紹介したような食品を取るようにしましょう。 お腹が空いてしまって小腹を満たしたいという方は、ここにお示ししたような食物繊維が豊富に取れるものを食べるようにしましょう。そして噛む回数を増やして満腹を感じるようにしてみましょう。最後は適正飲酒です。お酒の飲みすぎには注意しましょう。一日あたりの適量は、 男性で日本酒1号までです。女性はその半分です。他のお酒で日本酒1号に相当する量は、ワインですと 180ml、グラス約2杯ですね。アルコールの濃度が5から5.5%のビールや発泡酒は 500ml、アルコール濃度7%の缶中杯は 350ml です。缶中杯でもストロングタイプは 350ml。1本でも飲みすぎです。ウイスキーならダブル一杯焼酎は 100ml です。くれぐれも飲みすぎることがないようにご注意ください。いかがでしたでしょうか改善目標に近づけるような工夫ができそうでしょうか それぞれの項目の目標に向かって日々の生活で工夫をしてみてください。以上です。ご清聴ありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか世の中にはたくさんの健康情報があふれていますが、国立循環器病研究センターの協力を得て作成いたしました この動画では科学的根拠に基づいた循環器病を予防するための大切な10項目についてご紹介いたしましたまずはこの10項目から心がけていただき循環器病を予防し元気で長生きを目指しましょうそして年に1回は健康審査を受診することも大切です検診を受けることで自分の体の中が 今、どのような状態であるかを知り、生活を見直す機会となります。吹田市が実施している検診については、吹田市ホームページや、毎月の四方吹田に掲載しておりますので、ご自身の健康づくりにぜひご活用ください。ご視聴ありがとうございました。